WEN、Wikipedia、Wikiproject、Wikiworldより、5秒ルールの漫画、このポテトチップスには、まだ触っちゃいかんぞ。1、2、3、4、もう遅いよ。5秒ルールとは、床や地面に食品を落としたとき、5秒以内に拾えば、その食品は金に汚染されないという迷信である。古くから存在している迷信と思われていたが、イギリスのバーミンガムにあるアストン大学の微生物学のアンソニー・ヒルトン教授、率いる研究チームは、拾われるまでの時間が食品の安全性に影響を与えることを実証した。食品については日本だけでなく北、アメリカからイギリスまで世界的規模で認知されている。金に汚染されるとされるまでの時間には違いがあり、3秒ルールや10秒ルールといったものもある。このルールはクッキーのような嗜好品によく用いられ、地面に落ちたとしても明らかな汚れがない場合、5秒以内なら悪い菌に感染しないといった法則である。このルールは立ちながら、キャンディーを食べている時などに有効に働く。例えば、友人にキャンディーを渡す時に誤って落とした場合、気まずい雰囲気が流れるが、それを拾い、5秒ルールを高らかに宣言することで、あたかも何事もなかったかのごとく、済ませることができる。5秒ルールは、アイスクリームや湿ったキャンディーなど、粘着質な食品では滅多に使われない。またトーストがバターを塗った面を下にして落ちた場合にも、滅多に使われない。また、他人が手をつけた食品にも、滅多に使われない。多くの実証があるが、その法則の発見者は誰にも知られていない。実際、比較的綺麗な床では安全である。しかし、わずか5秒でも、汚い床から悪い菌が食品に届かないといった考えは間違いである。問題となるのは目に見えるゴミやホコリといったものよりも悪い菌である。もっとも、両者は相伴っていることが多い。例えば患者が多く運ばれる病院の床は、適切に清掃されて綺麗そうに見えるが、実際は、汚いというよりも汚染されている。5秒ルールには様々なバリエーションがあり、3秒ルール、10秒ルール、15秒ルールと地域によってばらつきがある。また食品に対する環境や酔っ払いレベルにより、個人による飲用のばらつきもある。例えばアメリカの大学の寮では多くの場合、5秒ルールの酔っ払いバージョンである10秒ルールがよく適用される。汚れたか、危険が何らかの形で感知される食品を食べるとき、使用される慣用句が世界中にある。5秒ルールの疫学的調査は2003年に、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の7週間の見習い期間において、当時高校3年生だったジリアン・クラークによって行われた。クラークは、博士志望のメレディス・ワグルと共にキャンパス中の様々な床のサンプルを採取して、顕微鏡で調べた。彼らは床のかなりの部分はバクテリアを含んでいないことを発見し、結論として多くの場合、乾いた床に落ちた食品は安全であることが分かった。クラークは床が汚染されていた場合の5秒ルールを検証したいと思い、大腸菌を研究室の荒い床とツルツルした床の両方に広げ、グミキャンディとクッキーを様々な時間置いて、その付着状況を顕微鏡で調べた。その結果、すべての食品において5秒以下の時間でも相当数の菌があった。したがって、彼女の研究結果は5秒ルールへの有効な反証となった。彼女は、その研究において、5秒ルールに関する交換の意見をサンプル抽出法によって調査した。それによると、女性の 70% 及び、男性の 56% において5秒ルールはよく知られており、このルールを適用することによって床に落ちたほとんどの食品は食べられていることが分かった。また、男性よりも女性においてこのルールが適用されやすい傾向にあり、クッキーやキャンディーはブロッコリーやカリフラワーよりもルールを適用されやすいことを発見した。クラークはこの研究の功績により2004年度の公衆衛生のためのイグ・ノーベル賞を受賞した。2005年にはアメリカのテレビ番組、怪しい伝説の番組中で、このルールが正しいかどうかの検証がなされた。食中毒の原因であるサルモネラ菌においても5秒ルールは検証されており、対象食品のソーセージに付着する確率はタイル上で 99% 以上、フローリング上で5から 68%、カーペット上で 0.5% 以下という結果が出ている。ノーベル化学賞受賞の下村修は床に落ちた食べ物が雑菌だらけであることを顕微鏡で息子に見せた。ありがとうございます。